か祖国山陰の山々がですね、祖国祖国に生きて帰ったというような感じをね、まあ強く受けまして、やっぱり涙が流れましたね。舞鶴に着いた時ですね、弟と妹で弟の、あのお嫁さんと3人で迎えに来てくれたんで、でそこで分かったんですよ、聞いた。具体的に言って、会って初めてね、11年ぶりで弟の中に会って。あんまりなかったですね。お風呂あんまり物言わなかったんで、ただ泣いてばかりいました。ちょっと泣きましたね。1956年，1000余名日本战犯被中国政府免于起诉，释放回国。从此开始了他们全新的人生。武贺港，被中国政府释放的战犯登陆日本的地方。1956年，先后分三批到达这里的1000余名日本战犯，在武贺港举行了静坐，并发表了《告日本人民书》，对自己在侵华战争中的罪行表示忏悔。然而，他们的这一态度却很难得到日本一些人的认同。当日の朝日新聞は、中共帰りの手ごわい洗脳組帰るというように、野次的な放送をしましたし、日本政府はわずか1万円と、これを着て、また戦争に行けとばかりに、戦争末期のお粗末な軍服一式を支給したにすぎませんでした。当日本战犯返回日本之时，第二次世界大战已经结束11年。当年日本政府发表的经济白皮书宣布，日本已经结束了战后的恢复时期。而对于刚刚回国的战犯们来说，他们的战后生活才刚刚开始，只是开始的方式超乎他们的想象。1956年8月，被第三批释放的藤原恒男在武贺港登陆。从武贺港乘车返回家乡日本岛根县的富山村，在那里他遇到了一位关乎他未来的姑娘。村でね、総出でね、迎えたのよね。それでね、学校の講堂でみんな集まってね、常さんの挨拶を聞いたの。でね、その挨拶の内容なんかあんまりはっきり覚えてないんだけど、だけどね、ちょっとね、ぽっとしてるなと思った。なんかね、ちょっとね、知らない世界にパッとこう掘り込まれたっていう感じだったわね。18歳应征入伍、16年的阔别。藤原恒男的经历与故乡绝大多数人完全不同，这让他成为故乡中的异类。而正是他在中国的特殊经历，吸引了时年22岁的石子。
成员恒男一样，石子也曾到过中国。1904年日俄战争期间，石子的父亲从日本移民到中国东北。1934年，石子出生于沈阳，并在那里度过了自己的童年。相似的中国经历让石子逐渐对藤原恒男产生了认同。与此同时，木讷的恒男所讲述的关于中国战犯管理所的内容，却让石子觉得极为诧异。武人の収容所の生活がやっぱりね信じられなかったのよね。立場を変えて、私がもしか中国の人でね、親とか兄弟を殺されたらね、絶対そんな気になれんわな。だけど、まああれだよね、本当に初めは信じられなかったわね。だけど現実なんだもんな。1957年，年轻的石子被藤原恒男独特的经历所吸引，答应了他的求婚。从那以后，中国，尤其是在抚顺战犯管理所的生活，成为藤原恒男常常向石子谈起的话题。まだその話言ってんの？心情不好就怎么样？そうだった。それね、いつもいつもね、ああそうだな、そうだなって、それね、心穏やかにね、やっぱり聞くよ、聞く時もあるけどね。またその話すんのって言った気もあるわいな。それ中国六年的生活让藤原恒男对于战争的观念发生了彻底的改变，也影响到了他回国后每一天的生活。常さんは向こうでね、管理所でね、楽団をさせてもらって、トランペットを吹いてたみたい でそれをね吹いて、そしたら私がね、なんか中国の言葉が知らんのだけど、リズムで、シャンチェンってどういうこと、前進ってなんていうの、シャンチシャンチェン、シャンチシャンチェン、シャンチェン、ダンダンダランダランダ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 ン、ランダランダンダランダンダランダ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 ランダランダンダラ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 ンダ。这首《中国人民解放军军歌》是藤原恒男在战犯管理所中学习的歌曲，回国后他经常吹奏。这首充满中国味道的歌曲，对于当时刚刚经历过侵华战争的日本人来说，显得极不和谐。就像藤原恒男一样，1000余名归国的日本战犯在最初回到国内之时，由于对中国的感情异于常人，使得他们与整个日本社会格格不入。そして帰ってみればですね、警察官、駐在所の警察官が1週間に1遍必ず来てですね、私たちの状況を見て、聞けば中国帰った我々はこのブラックリスト、警察のねブラックリストに乗って監視されていたと聞きますね。1957年9月，归国一年之后，被中国政府宽视的日本战犯在东京集会，宣布成立中国归还者联络会，所有归国日本战犯全部加入中归联。それもこの会議の活動目的が侵略戦争に反対し、平和と日中友好に貢献するというのが活動目的でありましたので、これは私が中国管理所時代すでに決心をしていました人材の実践活動に他ならないからで
ありました。在这次集会中，仍旧在中国抚顺战犯管理所服刑的藤田茂被选举为中规联第一任会长。藤田茂，日本原第五十九师团中将师团长，中国政府关押的军衔级别最高的日本战犯。他参与侵华战争32年。1956年，藤田茂因在战争中命令部队对数万中国百姓进行残杀等战争罪行，被中华人民共和国特别军事法庭判处有期徒刑18年。なんと人間性をなくした残忍な姿であったかということがひしひしとわかります。原生好奶，雪域珍品，辽源牦牛奶粉，中国牦牛乳品的开拓者，辽源乳业。我爱阅读，我爱阅读，我爱阅读。见过，从未想过，在探索中求解，在行动中求证。大型科学实证节目《原来如此》，每周日精彩不断。1958年，藤田茂被中国政府提前释放回国，开始履行中规联会长职务。他带领所有归国日本战犯公开发表演讲，反思侵略战争。然而，他们所受到的阻力却极为强大。戦争ってそういうものだよ、悲惨なものだよという認識だったので、自分は悪いことをした、罪を持っているという、そういう戦争犯罪を犯したっていう認識を一般の人たちはほとんどと言っていいぐらい持っていませんでしたので、自分のやったことが悪いことだったという人が帰ってきたら、そしたら日本人全員が悪いってこの話になるじゃないかと、とんでもないことを言うやつだということで、彼らの言ってる内容がやはり受け入れられなかったというのが実態だ。石田龙志，中规联研究会事务局长。从2006年开始，石田龙志对中国归还者联络会进行研究，目前已经采访30余名从中国归来的日本战犯。在石田龙志看来，1000余名中规联成员面对的最大挑战，来自于日本曾经参与过侵华战争，但是从未反省过的庞大群体。戦争って別に兵士だけの問題じゃなくて、日本の中にいて戦争の実態知らなかったんだけれども、いろんな形で戦争を支えた人がいて、でそういう人たちが自分と戦争のとの関係をほとんど考えることなく、自分の責任なんてほとんど考えることなかったので、今の日本社会こうなってる側面があると思うの。日本战犯回国之时，中日两国尚未建交，对于中国的轻视与敌对态度仍旧是日本社会的主流。讲述战争真相，尽早实现日中邦交正常化，成为中规联成员的主要诉求之一。为促进日中之间的民间交流，1965年，藤田茂带领中规联成员以及家人访问中国。藤田茂的转变，甚至让抚顺战犯管理所的管教都感到吃惊。第一次我听说，说是有一个这个中规联有一个老头带着访问中国，来还认罪，我这一惊，谁呀？这打听是藤田茂。藤田茂，我们知道。就是59师团长啊，就是他下命令用活人当靶子的呀，是这个人呢。
这个人怎么能够带队来中国跟中国搞友好，这个怎么可能呢？1960年，在日本首相岸信介的推动下，新日美安全条约生效。这项条约强调了美日两国在军事上的同盟关系，引发了亚洲地区曾被日本侵略的各个国家的不安，因此遭到多数日本民众的强烈反对。中国联成员也积极通过游行等方式表达自己反对战争的观点。在游行的队伍中，这个抱着孩子参加游行的人显得极为突出，他也是中国联成员之一史其新二。2014年，在这场游行过去将近50年之后，摄制组找到了当年跟随父亲史其新二参加游行的那个孩子史其光晴。生活的父亲当年的一言一行，在史其光晴的记忆中依然清晰。そのデモを見たその仕事関係の人が驚いちゃったんですよ。その方がね、後で会った時にひそひそ話のようにして、もしかして矢崎さん、あのデモに参加してませんでしたかっていうふうに聞いてきたんですって。その時に父は堂々と参加してましたよと。で、私はもうとにかく戦争だけは絶対にあってはならないと思ってますからと。2014年，史其光晴已经在日本中国友好协会工作了将近30年。史其光晴所在的日本中国友好协会成立于1950年，他决定入会的时候27岁。对他的这个选择做出决定性影响的，正是他的父亲史其新二。私にとってはそれが父の遺言ではないかなというふうに思ってます。だからとにかく理屈よりも何よりもね、その絶対に戦争は繰り返してはいけないという思い、日本と中国は本当に友好を進めなきゃいけないという思い、その思いが一番大事なんだということが。史其新二1941年参军侵华，日本原第59师团54旅团陆军武长。侵略期间，史其新二多次参与在中国制造无人区的暴行，并强征中国劳工赴日本从事劳役。1950年，史其新二作为侵华日本战犯，被中国政府关押于抚顺战犯管理所。在被关押期间撰写的认罪笔供中，史其新二交代，在整个侵华战争期间，他参与杀害的中国军民约172人。上小学时，史其光晴第一次听母亲讲述了父亲当年在侵华时的枪杀中国人经历，他的反应也超出父亲的预料。どういうことをしたなとか、中国の人たちに対して本当に申し訳ないことをしたなという思いは当時の私には小学生にはなかったんです。自分の父親は他の友達の父親とは違う特別な体験をしてるんだというような、ちょっと自慢にも思うような、そういう心境だったですね。年幼的史其光晴的这种想法并未受到父亲的斥责，反而被父亲带着参加中国联组织的各种反战活动，持续数十年，从不间断。这些资料记录了一场名为《为了和平的战争展》的展览会布置会场的过程。
1980年，21岁的使其光晴受到父亲使其兴二的邀请，参与了这个展览的会务工作。在这次展会上，使其光晴第一次作为听众，听父亲讲述了自己的战争经历。父親じゃない父、その自分と全く違うその父の体験を聞くというのは、私にとっては改めて当たり前のことなんですけど、驚きでもありましたし、学ぶことは大きかったですね。在这次展览会中，使其光晴接触到了与父亲拥有相同经历的人。其中一个名叫傅永正三的中归联成员，对于战争的分析，给使其光晴留下了极为深刻的印象。皆川正三さんがいつも強調してたのは、殺される側、自分は上官の命令で仕方なく殺す。だけど殺される側は、その相手がね、自分を殺そうとしている日本兵が命令だろうが何だろうが関係ないわけですよ。その人間が、その兵隊が自分を殺すということだから。だから富永さんはそういう心境に至って、それでまず実行者としてその中国の人を殺す、傷つける、そういうことを自分がやったことをまず反省しなきゃいけない。自分がまずそれを徹底的に反省した上で、その上でそういうふうにしろと命令した上官の責任を追及していくべきだ。对于当时的使其光晴来说，包括父亲在内的中归联成员所讲述的战争观念，完全不同于他自幼学习的历史，更迥异于他所受的教育。日本の教育で、原爆とか空襲とか日本の被害面は教わったとしてもですね、中国で日本が何をしたのかということは学校教育ではほとんど教わらなかったですね。为了进一步了解历史，使其光晴对父亲进行了长达数天的采访，搜集了很多父亲当年的资料。如今使其光晴也是两个孩子的父亲，这让他更深刻地理解到30多年前父亲使其兴二毫无保留地向自己坦白曾经的罪行是多么艰难的一件事。先ほど申し上げた、私がお話をした中継の方たち、大体皆さん例外なく言うことなんですけど、自分の体験を自分の家族に話すのは難しい。やっぱり自分がその体験を話すことによって、自分の子供たちが自分を否定するんじゃないか、そういう怖さがあるというんです。だからある人は、自分はもう生きてるうちには子供たちには話すことができないから、文章にして自分が死んだ後に子供たちに読んでもらいたいと思ってるという人もいました。海天梦想，中国力量。中央电视台抗战胜利70周年阅兵庆典直播，《洋河蓝色经典》。极致追求，又见巅峰。伊利王酒，新疆荣耀。海天梦想，中国力量。中央电视台抗战胜利70周年阅兵庆典直播，《洋河蓝色经典》。实力成就魅力，五粮特区以独特的复合细腻口感，升华特区品味。五粮特区，中国特区。
战争已经过去70年，但是那些愿意像中国连成员一样将自己在战争中对于中国人的暴行毫无保留地呈现给后代的人，在今天的日本又有多少？当这些普普通通的民众无视中国人感受的时候，他们又怎能明白战争真正的伤害所在？涩谷，年轻人汇聚的地方，这些人从未经历过战争，他们当中大多数人从未到过中国，他们对于战争和中国的认知来自于课堂的讲授和媒体的报道。学校の中学校の歴史とかの授業っていうのは、一番昔の原始時代とかの時代からどんどん昔からこう遡っていく姿勢を取ってるんですよね。第一次世界大戦はやったけど、第二次世界大戦あやふやなままで終わっちゃったとか、現代史っていうのがすごいおろそかにされてる日本の、学校教育っていうところでも問題があると思うんですよ。第一起态，东京学云大学附属高等学校高中一年级学生，他的曾祖父上平铁一是被中国政府审判的45名日本战犯之一。2010年，第一起态为了完成中学布置的历史作业，找到了外祖母伊东秀子，请他讲述自己的曾祖父上平铁一的经历。結構小さい頃から聞いてたんですけど、単純にあなたのひいおじいちゃんはずっと捕まってたっていうか、戦争で地位を犯して中国にずっといて、なかなか日本に帰ってこれなかったんだよっていうぐらいのニュアンスで聞いてたんで、そんなに何をしたかとか何があったとかまでは知らなかったんですけど。上平铁一1933年随军入侵中国，曾担任日本关东宪兵司令部部员。期间，他命令部下对中国抗日人员进行酷刑拷问，并将其中数十名受审人员送交731部队进行活体实验。1956年，因战争中所犯罪行，上平铁一被中国政府判处有期徒刑12年。自分のその親戚が血つながってる人がそういうことをやっていたんだなって思うと、やっぱり衝撃を受けたんですけど。1957年8月，上平铁一刑满释放，回到了日本。那时他与家人已经分别12年。自己也已经年过半百，像很多中国联成员一样，上平铁一对于侵华战争的认知发生了彻底的转变。英朝とか、要するにちょっと私はよくわかんないけど、その公安調査庁とかね、そういうようなところから元のほら憲兵だったので。仕事をしないかって来たんでらしいんですけども、私は絶対したくないと、ものすごくこの中国に申し訳ないことをしたと、中国の人にね、すごいその気持ちが強くて、もう本当に戦争良くないって、もう。拒绝了可能获得丰厚回报的工作。上平铁一到一家规模极小的出版社卖书为生，直至终老。本当に戦争はもう中国にやってきたことのとんでもね申し訳ないことをねしてきたんだから、お前らは絶対に戦争は。には反対するんだよと、そうか、日中の友好のためには
もうとにかく頑張るんだよっていうのをね、家訓のようにしてた。曾祖父的转变引发了低启泰的好奇。2010年，低启泰利用假期采访了自己的亲属和很多中规联的成员，对曾祖父的经历进行了研究。意を犯して、当時はそれを正しいことだと思ってたわけじゃないですか、彼らは。それをやることが正義というか、別に殺すことに対して何も思ってなかったところから、実際僕の曾祖父は鉄一はそれを改めた上で日本に帰ってきた、その罪を悔いて帰ってきたっていう、そこの変化、人間ってそんな変わんないと思うんですけど、それが、10年ちょっとでもう変わったっていうのは相当すごいことがあったと思って。从2010年到2013年，低启泰连续3年撰写出3本关于曾祖父上平铁一的论文，并为论文起名为《曾祖父的遗言》，这个名字来自于上平铁一留给家人的遗言。1986年，上平铁一在回国30年后离世，在他的遗言中这样写道：“谢谢我亲爱的孩子们，我这一生很幸福，希望你们兄妹一定要和睦相处，为日中友好竭尽全力。”为和平，为不再发生战争而努力奋斗。だから、まず相手の国の歴史であったり、そことのつながりの歴史を知れば、知らないとこれからの話は絶対にできない。ここまでのこと知らなかったら、これより先のことは絶対にできようがない。战争过去70年后，遗忘开始盛行。对于1.26亿人口的日本来说，1000余名中规联成员的反思战争的声音或许微不足道，但是绝不应该缺少。从20世纪50年代以来，回到日本的战犯们四处奔走，通过出书、讲座等各种形式表达自己的观点，呼吁尽早实现日中邦交正常化。日本与中国能够友好和平相处，几乎成为每一个中规联成员后半生努力的方向。据统计，中规联在日本各地共有14个支部及4个地区联合支部，日本境内各个行政区几乎都有中规联成员的活动。相同的战争反思经历将所有中规联成员紧密地团结起来，这些曾经的日本战犯以日复一日的警醒反思着自己曾经的罪恶，持续数十年的时间，努力感染着身边每一个人。1972年，日本首相田中角荣应周恩来总理的邀请访问中国，中日两国发表联合声明，宣布邦交正常化。这一年，中规联第一任会长藤田茂进行了他一生中对中国的最后一次访问。在这次访问中，周恩来赠予他一身中山装。其后，这身中山装成为藤田茂最为喜爱的服装。
1980年，藤田茂病逝于东京，中山装成为他入葬时的穿着。时间流逝，那些为中国宽视的日本战犯纷纷老去，在他们力所能及的时候，几乎所有中国联成员都会再次返回中国，返回到他们曾经关押过的监狱。他们将比自己年轻的中国管教称为老师，将战犯管理所称为自己的再生之地。他们曾经在这里度过的2000多个日夜，传递给他们后半生为日中友好而努力的力量。今まで中継で会った人の中にも、その自分補助に入らなかったら、完全に保守派の方の右翼の方の、で活躍してたはずだというような、あるいはなんていうのかな、軍隊で身につけてしまった破天荒な生き方みたいなので人生をダメにしてたしまってた可能性があるというふうに、そういうふうに言ってた人もいますので、そういう意味でやはり決定的な人生の転機であったということは間違いないのではないかなというふうに思いますけど。1998年，石崎新二病逝，时年88岁。去世之前，石崎新二曾返回抚顺战犯管理所，在自己曾经居住过的监室内，照了这张照片。天佑德青稞酒。来自世界屋脊，青藏高原，万年冰川融水，滋养着这片圣洁净土。这里是全球稀缺的青稞产区，每一粒只生长在海拔2700米以上的高寒地带，天然生态，有机种植。天佑德青稞酒，只用青稞酿造。甄选稀有，百年传承。只为更纯、更近的心灵之酿。天佑德青稞酒，创领中国高原生态白酒。石崎新二去世3年之后，2001年，石崎光晴作为日本中国友好协会的代表，第一次访问中国。空港に降りるとき、飛行機が、初めて中国の大中国のね土地を初めて私は見るわけですよね、飛行機の窓から。そのときに何かその父がそのよく来たな、よく来たなと。言ってるような気がしたんですね。やっぱり父が元気な時に一緒に来て、武順の旋盤管理所も父と一緒に行きたかったなというふうに今も思いますね。はい。在石崎光晴家中，他为我们展示了一件衣服。这是父亲石崎新二回国之后，在参加中日友好活动时跳舞时的穿着。衣服来自中国，舞蹈是父亲在抚顺战犯管理所内学会的。もともとはね、もっと何人もで複数で踊ってたのが、最後も父一人で踊ってたんですけど、これはもうとにかく自分が武順旋盤管理所で。鬼から人間に戻ることができた証としてずっと踊り続けたんですね。
もう70代の半ばまで父はずっと踊り続けてましたので、最後その姿を70超えて踊ってる父の姿を見て、やっぱり私も一緒に踊らなければなという思いになったんです。2002年，中规联各个支部的代表在东京集会。由于中规联成员的年龄日趋老化，中国归还者联络会宣布解散。在解散第二天，由中规联成员家属以及立足于中日友好的年轻后辈组成的抚顺奇迹继承会宣布成立。在这次会议中，藤原恒男所在的中规联山阴支部明确表示反对解散。当时山阴支部尚有十余名成员健在，他们喊出的口号是战斗到最后一人。私はずっと続いたと思うよ。あの人はわりかしこうどういうかな、あまり答えない方かもしれない知れないけどね。その語り部とか、その中国とか戦争はね、こういうもんだってことをね、人に話したくてしょうがなかったわよね。然而，愿意与他人分享中国经历的藤原恒男，自从返回日本之后，却再也没有回过中国。2005年，中规联山阴支部所有成员决定对抚顺战犯管理所进行一次访问。临行前，山阴支部的事务局长难波敬直邀请时年83岁的藤原恒男一起前行。時はね、私は進めたんだが、その時ね。もうお方これがね最後のチャンスだよ、父さんも今までねずっと行かれんかったんだから元気出して行っといでって言って言ったんだけどね、いやー俺どうしても足が向かんなーってね言ったわ。2005年5月20日，就在中规联山阴支部访问抚顺战犯管理所的当天，藤原恒男出车祸身亡。丈夫去世之后，藤原实子决心继承丈夫的理想，为中日友好尽自己的一份力量。现在藤原实子的主要工作是整理丈夫留下的回忆录。在阅读这些文字时，藤原实子第一次得知了很多丈夫从没有向她讲述过的内容。藤原恒男1941年开始参与侵华战争，在4年的侵华经历中，藤原恒男共杀害中国抗日军人83名，其中集体杀害68名，个人直接杀害15名，涉及强奸的罪行4次。直到此时，藤原实子才最终明白，丈夫之所以愿意回忆中国、讲述中国，却再也没有去过中国的原因。ね、やっぱり自分がしたことがね、辛くてしょうがないんだと思うのよね。ほんで、行けばそのやっぱりどうしても思い出す。
やっぱりね、それが耐えられなかったんかなと思ってみたりね、するんだけどね、うん、私はそういうふうに理解してる。うん、行きたくても行かないと思いました。2007年，在丈夫去世两年之后，藤原实子来到了抚顺战犯管理所。当天，实子女士在管理所的监室内度过。夜中にトイレにちょっと起きて、廊下を歩いたんだけど、いや常田もこうして夜中に。このドアのあれを歩いてね、トイレに行ったんかなと思ってね、やっぱりこうね、感無量だったよ。第二天一早，藤原实子早早起床，来到丈夫曾经多次提起的管理所院内，将丈夫的一缕白发掩埋在绿草之下。管理所にもし行ったらね、自分のことをね、ちょっと巻いてくれって、そんなこと言ったことがあるんだよね。その話の時にね。そう言ったんだけどね、まあ私は分かってたわな、それは希望だろうなと思ってたけど、だけどお骨を持っていくわけにいかないから、で髪の毛だったらね、で一晩あそこで泊まらせていただいたもん、管理所で、うん、で朝早く起きてね、で皆さんが起きるまでにちょっとね、1987年，藤原实子与丈夫藤原恒男完全依靠两个人的力量修建了这座木屋，作为两个人养老之用。自从丈夫去世之后，藤原实子在这里独自一人居住了将近十年。在藤原实子的房屋周边栽满了牵牛花，这些花的种子来自抚顺战犯管理所。なんかね、中期連からこれ中国の、うん、朝顔ので種だっていうことをでもらってきたの。でそれをね、まあうちでずっと増やして、今でもなんだけど、近所でもねかなり増えてるの。入冬之前，藤原实子将所有的牵牛花种收好晾干，第二年春天，他会将这些种子送给周围的邻居，一起继续栽种。私もね、中国にで生まれたんだけどね、いや私も侵略者なんかなと思ってみたり、いろいろね、その時には分からないけど、いや私も侵略者の娘だったんかなと思ったりね。うん、自分らがそういう国を作って、戦争、その国が戦争したんだからね、だから自分らの責任だからね。2014年，由钟圭莲的继任者组成的抚顺奇迹继承会
在北海道大学举行了一个小型演唱会。这个合唱团所有成员共70人，年龄最小的65岁，最大的已经88岁。如今这些继承中国联成员志向，以反思日本侵华历史、讲述战争真相为己任的人也已经年迈。多年之后，又会有多少人继承他们的志向？中国の人民にはね、もう感謝こそ感謝しますけど、それ以外何もないです。本当に感謝している今でも。私は一番に私は非常にやはり間違った道、人の人として間違った道、また日本という国として間違った道を歩いたと思ってますよ。平和運動を我々特に先般のね背中に背負って大きな任務だから、何年生きてるか分かんないけどね、もう生きてる限りは倒れるまで続きますよね。中期連の方々、また中国のお世話になって、今は亡き先生方々、どうか日中の平和関係が円満に行くように天上からお降りくださいと願わずにはおられません。以上です。